彩香からあなたの話を聞いたことがあります。子供の頃から仲良しだったと言っていました。話しかけないで。今君のアイメイクを考えてるから。物語の主人公に合わせるためにですか？この無邪気なシーンの問題を解決するためよ。私の目元のシワが深すぎるのでしょうか？君の目つきが疑い深すぎるのよ。相変わらず歯に衣着せぬ物言いですね。黙って。